ちは、ね、始まってるかわからん。あ、来たよ通知。始まってる。うん、こんにちは。え、なんかついてんだけど、なってなって、なんかついてんだけど、なんで、なに、なんかついてんだけど、なにこれ。なんかついてんだけど、待って。え、どうやって消すのこれ。これか。これだ。じゃじゃん。鼻出したら。なんかこっちの方が涙袋あっていいかもしれない。マスクなかった。うん。いろいろありますよ。こんにちは。まあ、どうなってた。あ、なんかフィルターとかある。え、マジ？え、明るくなる。すごいオリジナル。北海道。北海道って書いてあるの。ほんまや、キャンプ。キャンプ。リサです。リサ。可愛いでしょ。いい匂いがしますリサ。うんうん。私。ちょっとほら白い。白いね。すごいいいな。いろいろできる。白飛び。お白黒、え、うん、似合う、似合わなかったね。似合いがさ、開いてない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 、なんか開いてない、わかんないからいいや、オリジナルで。これえ、さくちゃん来てるん、マジ。すっぴんじゃないんですけど、私はすっぴんです。今日はね、何日ぶりかに、さくちゃん来てんのけど、ちょっと最近怖いからマスクして、そうすっぴんです。私はリップも忘れたため、うん、めちゃくちゃに元気。そうですね、あの唯一の体調は眠い。あ、そっちでも始めてるのね。だーれだ、あっち、ね、あーちゃうわ、こんにちは。何時まで、こんばんは。ん、何時か、こんばんは18時か。さくちゃんいるの。でもさ、夕方って4時らしい。夕方こんばんは言わへん。あ、そうなん、夜からこんばんは。わあ、たくさんたくさんギフト、全然見えてなかった、ありがとうございます。一斉に8期始まったけど特にないですよ。特にないですよ。ででたまたまさくちゃんとチャピがたまたま重なって、この3人は、そうそうそう、でこの3人は一緒にいたからやろうぜ。チークとリップの色なくなった、鏡で見たらあるのに、ここに見たらない、うん、配信はちょっと濃い方がいいのよね。さくちゃんおんの、待って、どこ、ちょっと配信してあるんじゃないの、やんな、うん、今日の髪型変わって、やったボサボサヘアです。ハートありがとうございます、たくさんギフト、みりんさん、ありがとうございます、ポニー、花束ありがとうございます、トミー、さくちゃんコメントしてる、待って見れへんねんけど、なんで、のとさん、キンキン、ありがとう、公園が、あ、ほんまや、おる、さくちゃん、やっほー、今日公園出ない、あやか、こんにちはって、練習今日は。え、なんで、どうやって、さくちゃんこんにちはって言ってる、え、どうやって、え、配信しながら他の人の配信見れるってこと、ちゃうんじゃない、ハートありがとうございます、本物、え、うん、本物やった、タップしたら、タップしたら本物やった、さくちゃんが2人いるってこと、助けてみんな、今ショールームしながら見れるの、本物か偽物か、事件、誰もありがとうございます。で、でってかできるんかな、ちょっと、え、2個持ちやって、あ、そういうことね、2個あったらさ、どっちも自分のアカウントでできるっていうことか、同じやつで2個はログインしてるってこと、なるほどね、大きな、な、そういうことか、そう、私学校配信しながら他の人の配信見れるよって、どうやって、だって画面1個しかないやん、
も私はもう学校はインフル全然ない。端末2台やったらできるんか。なるほど、1台は無理なんか。マスクね、そうでかいから、ね、タブレット使ってるのね。寝るときはこうしてやってます。私何してんの寝るとき顔見られたくないからこうしてる。あ、新幹線とかそういうこと。びっくりした、家でそういうのしてると思った。パソコンやったら1台できる。リハでさ、うん、リハでさ、うん、そこで寝てるとき顔見られるの嫌やから、うん、いいじゃん、目ぐらいは恥ずかしい。みんなにさ、白目向いてるの見られたくないやん。そんな白目向いてるってあるの？え、わかんない、向いてるのかな私は今すごいことしてます。あのティッシュの箱を縦に置いて、そう、その上にあのリサの配信画面やばい、ね、で、あの除菌のアルコールのやつをにか立てかけてます。していい？いいよ。あ、みおちが映してます。映ってる？やばい、ちょっと物が 多すぎた。あ、ほんま、見ないでください。ハートありがとうございます。白目向いては寝てないか前か。目そんな大きくないからさ。ペンライトありがとうございます。白目向いて寝る人誰やったっけ？え、パチキ？え、パチキだっけ？なんかさ、いなかった？白目向いて。え、知らない。この目でかいけど。え、ちょ誰やったっけ？誰ですっけ？え、白目向いて寝る人誰だったっけ？泣いている？だ、なんか誰かいたんよ。パチキじゃなくて？で、で、ね、寝顔見て、パチキかな？あ、え、目開いてる、ちょっと、みたいな。え、誰だったっけ？キャンパチの時？わかんない。でも多分、写真探したらあるかも。マスク取って。ちっちゃかちゃん。え？やばい、マスク外したら可愛すぎてみんな失神しちゃう。ね、目リップつけてないけど。10月29日マカリメッセ行きます。あ、待ってますね。握手とシャメ。たくさんギフトありがとうございます。シャメのポーズは私の。ちょちょちょ、みんなで喋るんじゃないの？ごめん。リップなくても案外いけるかもしれない。ゆうちゃん何して？手に落書きしていい？やだ。お絵かきしようよこれに。え、やばい、これだって誰のか分からん。そう、なんかほこりかぶってない？うん、え、やだ。え、いつのなんで？でも私は、インフルがちょっと流行ってるのでマスクをしています。大事。大事。マジ大事。おい。今日なんかさ、うん、このさ、ショールームのさ、うん、この背景、うん、背景が可愛くなったり。どういうこと？季節のさ、あ、これ夜の街みたいなこと。夜の街、違うバージョンみたいな感じ、うん、もうすぐしたら、そんなことだから1ヶ月ぐらいしたら、すごい。あ、かな、いつも縦でやってるから背景をさ、うん、縦でやりたい。みんな横派やんな。横派、縦派やけど、今日はよ、うん、あ、そうな、これあるから、うん、皆さんこんなん言ってるけどね、陰キャすぎてね、みんな陰キャすぎだよ。みんな私は陰キャなんだよ、知ってる。サムさん、野原しんのすけ、マスクさん、カウンさん、ね、キイタンさん、りょうさん、アサヤンさん、みりんさん、オーキーナイスやっぱ私、あれやわ、人と配信するの GSGK はテキサスのあのありがとう。なんでお金がないので歩いて学校行く。めっちゃ面白いからなんか今度え見せたい。みおちがなんか違う、あのマジで面白い。この間、うん、何やっけ、あ、残念にね、あやかの代わりに見せてもらった時に、なんかみおちはいつも公演が終わった後に一人で隔離された場所で少女を見せてもらってなんでですかって言って、隔離それはあのみんなは劇場で、うんうん、やるけど、私はちょっと、あのみんなが話してたらこっちの話が読めへんねん、こっちの耳になっちゃう。あー、分かる。人の声が入ってきてこっちが読めへんから、うん、別の場所でやってるんですよ。なるほどね、隔離してる。だから今こんにちはしかやってないの。やばいやん、喋れへんねん、こっちの耳、耳が勝手にこっち。あ、でもニコちゃん来たで、おー、こっち行っちゃった向こうに。警察やん。こんにちはやって、こんにちは。ヤンコさん、ありがとう。 GSGK は、お金がねなかったので徒歩で行きました。ちょっとフレンドリーに喋ってよ。ねえねえ、現地集合、現地解散、何するの？とりあえず1話目は駄菓子屋さん行った。
え、かわいい。3000円しかなかったよ。駄菓子屋さん行きたい。4人で3000円。そう、やばくない。3000円買って買うよ。750円くらいしかないんだよ。え、割と悪くない。駄菓子十分じゃね。そう、駄菓子は最初に行っただけで、他にもどんどん行くから。ああ、そういうこと。そう。え、それってさ、自分なんだ。さくちゃんミッション挑戦。あの、お金をもらうの3000円。もらうんだ。そう、3000円お小遣いなの。で、ロケで3000円ね。で、そうそうそう。そうなん、それ言っていいやつ。うん、これはもう公開されたから、1話目は。それまでは公開されてるからね。さくちゃんミッションしてる。なほら、このミッション。歩いたわけないじゃない。ああ、ああ、ああ、変な格好すごい。まあ変な格好してるやん。さすがに可愛い。さすがに電車ですよ、私も。アミタンっていうからさ。うん、そう。私が宮本アミちゃんって聞かれる。アミタン。私が宮本アミちゃんと1対1で遊ばせてなくて。やばい、可愛い。なんで何個差？10個差ぐらい。やばい。そんなにある？え、あるよ、多分12、3。そんなにはないやろ。8くらいじゃん。みおち写す。さすがに8やろ。12個も違ったら、やっぱ12個違ったらさ。え、10個。ゼロさん。え、ちゃう、多分10個ちゃうくない ?10 個。アミタン、2個下だから12。今、アミタン。私の2個下。いや、ほら、12だって、こちら10個差だよ。なんか、でも誕生日がわかんない。12歳 ?12 歳。だから10個差。え、とギリ一緒しないね。よかった。一緒。12歳やったらやばいやろ。10歳。やばい。めっちゃ。黒島さん監視中。あ、監視しなくても私は何もしないですよ。チェーンソーマン、そう、水曜日に、そう、あやかも夜中寒くて、T シャツの中に腕を入れています。マジで、あの、チェーンソーマンでしか今、曜日感覚保ってない。なんでだよ。え、わかんなくない？なんかさ、でも、学校行ってるから結構さ。なんか、うん、こんにちは、びっくりマークがテンプレなのかな。確かに、テンプレですか。配当キット行きに一緒しないからギリ同世代。それな、アミタン13歳だって。え、あ、いるんだ、あゆかと同じ人いるんだ。チェーンソーマンのおかげで余裕感覚が見たようになって。どういうこと？え、あの、チェーンソーマンが配信、あ、そう、毎週水曜日に更新だから、まあ、先週の水曜日なくてめっちゃ、あ、え、ないや、ね、チェーンソーマン最高やって。それね、早川あき見て、早川あき、ミヒおらんの今日。ちゃあやかが好きなキャラ、まあやかのだから、そのキャラの決めポーズ、決めポーズこっち、何それ、コンっていうね。で、コンって言ったら羊が出て、あ、羊じゃない、羊じゃない、キツネの悪魔が出てきて、それが食べるんやけど、うん、キツネが面食いらしくって、あので、そう、早川明はイケメンやから、あの、面食いやから、あ、そのタイプの人には、あの、顔を貸してあげるんだって。でもタイプじゃなかった。いや、だからこれは何、あ、これはただの髪の毛。早川明の髪の毛がちょっとなんかちょっと嫌や、あれは髪型、あれはちょっと嫌やか、うん、でも嫌やけど、そんな明のことも好きなの。あやぴょんが語ってるね。いや、決めポーズやん、これ。カンポイン、ちゃう、決めポーズ、こっち。え、じゃあ、プリクラ、これ、その。超ね。あみー、あみかー。こんにちは。こんにちは。ふくふくのあみが来ました。私は、あの、ちょっと私がびっくりした話聞いてくれる？あの、呪術廻戦のメカ丸の声が、松岡さんでびっくりした。え、そうなんや。やばくない？で、TikTok で流れてきて。え、あの人？そう、猪之助。え、あの人やんな。いつだっけ？あの、落ち武者、なんだっけ、モブサイクの。だって、落ち武者みたいになるからさ、その人のイメージあったら。落ち武者、落ち武者みたいになんない？モブサイク見てる人？見れない、わかんない。急に頭の髪の毛に沿ってたのに、急にスパッて切られて、落ち武者みたいになって、落ち武者 100% いたい。よくわかんない。その落ち武者が空に浮いてるみたいになって、その人の声のイメージついてた。あれやんな、ね、セガのさ、ペテルギウスとかに。あ、そうそうそう、あと、あの、五等分の花嫁の。あの人が太郎みたいな。太郎。闇落ちって聞かれたことある。私は、あの、呪術廻戦は、まあ、なんか推しっていう子がいないんだけど、強いて好きなのが、強いて推しを言うならみんな好きだから、強いて言う好きっていうのが翔子さんと、メカ丸とミワさんなんですよ。
レベカ丸とそのミワさんのお話がこの前最近アニメで放送されたらしく、私は録画していなかったので見たかったなって。なんかミワさんとメカ丸すごい好き、この2人読んでる呪術廻戦、途中難しすぎてらへんから読んでちょっと一回ダメでした。パパンすごくない？あ、え、めっちゃ最初じゃない？え、パンパンが最初出てきた時？ちゃパンパンの、あ、ネタバレだよ、言われるパンパンがさ、うん、映画こっちやって、あー、はい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 、パン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 、四角の箱にゴジョルが入ったよ、うん、そっからちょっともう単語難しすぎて、うん、なんか概念の話しえな、難しいよな、頑張って読んでる。あ、これリサです、これリサですコナンの津川かん、マジ一緒に倉田さん見るわ。ちょっとなんか呪術廻戦は絵がなんかなんだろう、アニメのその感じが前原作しか読んでなかったんですけど、アニメもちょっと見てみたいなと思って、あのゴジョルのさ最初の方がさ、最初の方じゃないや、学生編がさめっちゃさ流れてきてもマジで神じゃんと思って、翔子さんかわいすぎだろって思っちゃったので。何これ、え、ヤヤミのポーズ、あの私がこうやって写真撮りながらハートしたいけど、こうやって、ああ、そっちがやる。あ、なるほどね。下に行きたい。一回黙るわ。え、そう、ナンバ丸でコナンランドやってるよ。行きたい。池松、ね、池松誕生したんですよ。知ってますか？知らん。池さん、なんか、おそ松さんのさ、うん、7人目よな、おそ松さんの7人目よ。おそ松、かわまつ、ちょろまつ、いちまつ、こよまつ、あ、こよまつ持った、ね、で、とどまつ、こよまつ、いけまつよ。でも私たちは別に名前ですか？こよまつ、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 どこひゅーっとやって、ひょいだよ。チーズ、あ、チーズのポーズあるわ。C です。え、これもじゃあシャネルの片方だけこうなの、ね、最近はセリーヌかなね、めっちゃゴジョルかっこいい、かっこいいと思う。頑張ってください、ありがとうございます。池松じゃないです。おー、コナンの映画この前4回、私は早く3回目を見に行きたいけど、ちょっとリハが大変なので頑張ってます。ない、わ、やばい、だって考えたいって言わない。あやみよ、あやみよ、あやみよで、あやみよって言ってくれてて初期の方に、なのにあのあやみよを一回なんか解散の危機になって、ね、でその理由がみおちがご飯を一人食べに行った後に、あやかがいつも毎回ご飯何食べ行ったんって、なんかそのなんかご飯食べ行ってきたって言われたら反射で何を食べてきたんみたいな聞くじゃないですか。それがめっちゃ嫌だったらしくて、うん、次それを言ったらあのあやみよはもう解散らしいです。そんなになんか何食べたんって聞いただけで、知られたくないやん、分からんってその気持ち教えて。食べたものあかんねん、私のそういう話。なんで食べ、それ秘密主義者、うん、食べ物の話したの。え、なんで食卓は一緒に囲めるのに、うん、どういうこと、なんでどういうこと、そこは言ったらあかんね。そう、なんでか分かんないんですけど嫌がるんです。え、分からんよな、分からん、分からん、いやん、何食べたか教えてやん。だってこの人毎回聞いてくる。でもさ、挨拶代わりみたいなもんじゃない、ね、え、だってそんなんさ、え、世間話みたいな感じなのか。じゃああなた、他のメンバーに聞きますか。え、うん、聞くよ、聞く。そんなことない。え、何食べたの。あ、そうなんや、それ毎回やられてますか。え、分からん私にだけ毎回食べる人でもみおちはそのなんか食べ物のエピソードも一個あるんですけど、偏食やから、偏食やからご飯の何が食べれて何が食べれないかを私はリスト化して送ってって去年の夏ぐらいに言ったんですよ。いや、だってなんかその、うん、だってさ、ご飯行きたいってなってさ予約しようってなってもさ、みおちがそれ無理やったらさ無理やんか、うんうん、だからさ、だから言ったの、なんか食べれるものリストと無理なものリスト送ってって。だって偏食やから食べれんもん多すぎて。そんな多くないって。焼き肉以外なんでや。その時はみおちがいい、わけわからんぐらい嫌いな食べ物めっちゃ言ってた。言ってない。え、何焼肉だけ、何が食べれるのって思って。じゃあおはよう送って、これ1年ぐらい送ってくる。送らなくて焼き肉以外って。え、以外ならいいの、以外なら本当にいいの、うん、ほんまにいいやな、うん、豆以外豆なんで豆、私の嫌いな食べ物豆やから。私の嫌いな食べ物はキノコ。節分の豆食べれる？え？節分の日はやっぱ恵方巻き、手巻き寿司食べてる。
そら豆はそんな好きじゃないけど。食べたくなってきた。枝豆は美味しくない？え？豆が。え？枝豆食べようと思うの。え？我が家なんか1週間に1回ぐらい出てるよ。我が家。里芋は？里芋、長芋は長芋。長芋は3日に1回出るから。結構出るのか。今好きなめっちゃ可愛い。もう美味しいよ。今好きな初期は。可愛い。確かに弥生とかも好きやな。栗が好き。栗が嫌いな理由は、栗はなんと何で？すき焼きとかしゃぶしゃぶの肉なら食べます。あれちゃん、えなちゃん、一気に食べれるんですか？胃が弱くて焼き肉が苦手。味が嫌いなわけじゃないです。えなちゃん好き嫌い少ないよ。ユッケ食べよう、ユッケ。ユッケ美味しいよ。ね、マジで美味しいユッケ。生肉？うん。生肉っていうかレアみたいな。いさちゃんの好きな食べ物じゃ嫌いな感じ。嫌いな食べ物は苦いもの辛いもの結構それだけで結構でも最近辛いものちょっとずつ克服してるやつあるしピーマンは食べれるからゴーヤ以上えかっこいいピーマン食べれるえかピーマン食べれるえかっこいいちっちゃい頃から食べる量調整できそうなのに私お肉1枚とご飯1杯でお腹いっぱいだちょっと待ってさ白ご飯食べたいやん、肉だけやったらあれやからクッパ食べればいいじゃないか。肉と一緒に食べたくない。確かに。クッパクッパ。それ。なんかクッパ。なんかあれあの卵。卵で閉じた。なんだろう。スープ。スープご飯みたいな。そうそうそう。辛くないやつがいい。美味しい。めっちゃクッパ好き。うん、絶対クッパ食べる。美味しいな。出汁が嫌いなものは。美味しいけどさ。美味しいけどさ。なんかあれ。焼肉は米でガッツリいきたい。え、ほら。へえ。だから肉とかもありえんぐらい食べる。僕。肉一枚やばい。肉一枚で米一杯いけるのがすごい。すごい。タレの残像。タレで食べなくても肉で食べたらいいじゃん。え、そう肉汁でね。肉で食べるよ。え、でもなんかそう。どういうこと？タレで飯行ってんの？その残像のご飯を残像のご飯で何？ほんで、あと噛み切った半分の残りのお肉とご飯食べるやん。骨までその残像のご飯食べたらもうなくなるやんか。わかんない。だって肉一枚、米一口、肉一枚。肉一枚で大きくなったのはもともとです。私牛乳飲みまくってたから。肉は関係ないです。私は肉一枚ってびっくりしてる。びっくり。私の苦手なものを聞いてくれ。残像のご飯。私の苦手なものを聞いてくれ。キノコと辛いもの苦いもの、うん、でもピーマンはいけるし、ちっちゃい頃からさっき言ったやんそれ。人参もいけるし、あと、うん、あのちょっと苦手なものが、ね、私より多いよ。え、多くないよ。え、豆やって。だってまだキノコと辛いもの苦いものしか言ってないよ。辛いものこの上に何個あると思ってるの？あとはあの、だって辛くなかったら食べれるし、キムチも。キムチは辛いよ。キムチもいけるし、あとは食べれないもの。でもあとはなんか食べれないものはないの。苦手なものはあっても。あるじゃん。あとはアボカドが苦手。いや、アボカド苦手だよ。苦手。でも食べる。全然食べる。もっと苦手っていう部分で言ったらアスパラもそんな好きじゃなかったり。アスパラが。え？え？あ、知らん？やっぱ月曜から夜更かしのさ。ああ、フネさんのやつ知らん？ああ、ね。アスパラガス言えなくて。うん。作業が言えなくてアスパラガフって言って知らん？え、知ってる。やばい、ちょっと言うんじゃなかった。めっちゃリサがキョトンとしちゃった。アスパラ無理なんや。え、大好き。そんな好きではない感じ。嫌いではないけど、あのアスパラさ、北海道でさ食べたもので美味しかったもん。トップ3に入るアスパラ。そんなに。で、そうアスパラ焼いてなんかマヨネーズつけて食べたけど、なんかマヨネーズ無理なんやけどめっちゃ美味しくって。なんか分からんけど、もうアスパラが美味しくて、マヨネーズアスパラが美味しかったよ。分かんない。アスパラ美味しいですよ、みんな。納豆はだって、納豆はやっぱ大好き。納豆も好き。あとはね、あとは何が嫌いなんだろうね。なんだろう、普段やったらほぼ毎日食べるかな。なんか、あの何が嫌いだと思う、あと嫌いなんだろう、何が嫌いだろう。あ、キノコ。あ、トマト。えぇ、トマトだけはほんまに無理。トマト大好き。え、でも理由、トマト毎日食べてるね。でも理由がある。あやから、トマト小学校の時に無理やり食べさせられたから。なんかそのさ、教室でさ、うん、なんか給食食べきるまでさ、あ、なんか残らされるシステムあるやん、うん、それも私豆。
あだからさ、それでさ、めっちゃさ、ほんまに吐きそうになりながら頑張って食べたから、うん、だからその反動で今トマトとか無理やり食べたらうえってなっちゃう、反動で、ほんまに、かあの先生マジでほんま、あれほんまもうやめた方がええよって感じ、ほんまにもう無理やり食べさすのほんまやめた方がええよ、時代は変わったから、え、そうだって20過ぎても食べれんもんトマト、だからその当時はマジで、だってミートソースとかも無理やったし、昔あトマト系全部無理やったから、はい、私は豆、節分の豆口の中に全部さ、口で食べるやん、はい、飲み込めへんやん、はい、でも早く食べなあかんやん、だからさ30粒ぐらい全部口の中に残ってて、で5時間目も食べてたやばい、なんかでもたまにおらん、なんかさあのさ給食のさうずらの卵あるあるあるけどさ、あのさ5時間目6時間目も口の中に取ってさ、それめっちゃ自慢する人おらん、なんか俺俺まだここ入ってるみたいな、俺俺な俺なまだ入ってる、俺な俺じゃなくて俺やから、俺さあれ俺なでもそんな感じで豆残ってたってこと、しかも意図せずに残ってるってこと、なんで、え、もうなんもない聞いてなかった絶対ごめん手は大きいですか、はい、背な伸びたな、うん、手ちゃん背伸びた、トマトはほんまに無理です、トマトは、我が家のおばあちゃん家にね、でトマトを山ほど育ててるから、すぐ腐るんよ、無農薬でやってるから、だから早く食べろ早く食べろって言われるから、あの お腹すいたおやつ出してって言われたらミニトマトが出ます、そうなんだ、でもそれがみんな家族好きだから、うん、あの弟とずっと永遠に食べながら粉を見てます、え、かわいい、たまたー、え、かわいい、そのさその風景みたいね、何良いものではないよ、田舎はね空気が美味しい、パセリ無理、あ確かにパセリ無理、パセリ、パセリ、セロリだ無理、ほぼ食べたことないかも、多分食わず嫌い、野菜全般無理なんですよね、生が無理、サラダ系が無理ね、我が家はとりあえずサラダ食べとけ、ほしいじゃん、かわいい、マジでかわいい、あかわいい、マジでかわいい、ちょっと食べてしまった、おいで、いいよやりちゃん、やだりちゃん、おいでやだじゃん、めっちゃかわいいね、お、あ、トマト自分で育てたりしたら美味しくなるよ、え、そうなりませんでしたあん時なりません、小学校で育てへん、ほんまにトマトはごめんごめん、ほんまありがとう、トマトだけはほんまにいけん皆様握手会ぜひぜひ来てください、待ってます、いや、握手しよう、今、はい、握手こんな感じ、こんな感じではないけどじゃあここも弟いるのよ、りちゃんの弟めっちゃ可愛い、嫌い、トマトさんで悲しがってるよトマトさん、トマトさん無理、ほんまに無理、ミニトマトもミニトマトでそれが無理になって握手会ぜひ、ミニトマトなんて出てきたんや、給食、え、うん、なんかあった、出てくる、ほんまに無理、あ、もうトラウマ、え、あ、もう怖い、なんで、ほんまに、え、やだ、ほんまに胸苦しくなる、トマト給食好きなのなかった、私、あ、米の日が好きでした、米、和食の日が好きやった、握手会ぜひ、でもさ、給食の時にさ、めっちゃさ、牛乳吹き出す人めっちゃ多くてさめっちゃ6年間で1人しかいなかったよ、そう、1人はいないよ、小4の時2回ぐらいおってさ、両方とも同じさ、班の人でさ、給食1回さやからさ、あのデザートもたい焼きのみになったことある な, なんでその人が牛乳吹き出しちゃったからさ、給食に全部入ってさ、黒に包装されてた、なんかよくわかんない何おやつみたいなやつだけが残ってたから、それだけ食べた、やばそう、でもなんかすごいなんか悲しがってたから牛乳吹き出しちゃってなんで吹き出したのかわかんないんだけど、でもなんかその罪悪感、なんか人の給食食べれなくさせちゃったみたいな、うん、罪悪感がすごい感じちゃって、全然気にしてないから大丈夫だよって言って、ちっちゃいの食べた、全然大丈夫だよ、悲しい、だってちょっとあれやん、だって自分がさ、もし牛乳吹き出したとしてさ、うん、人の給食ダメにしちゃってさ、うん、それでなんかさ責められたらさ辛いんやん、うん、急に起き出して辛いじゃん辛いじゃん、うん、そうだから全然いいよって言って、なんかちっちゃいのかちっちゃいのだけみたいなことだった、やばい、悲しい
たい焼きじゃなかったかも。何あれ。よくわかんないやつ。ごま団子、ごま団子。関西弁？ん？一緒に読むの？うん。せー、誰かも読む。関西弁はね。私は関西弁だって関西だわ。これは一緒に読む。甘えん坊すぎやろ。せーの。なんか始まったんだけど。13位。お味噌侍さん。ありがとう。ありがとう。話し会ブス追加。え、マジ？ありがとう。え、もう出てるブス追加とか。え、分からへん。だって、マジ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 。え、ミヒミヒなんか好きなモスバーガーはバイバイモスバーガー。バイバイモスチーズセットみたいな。わいわい。マジ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 。また見てみる。ありがとうございます。嬉しい。眉毛下がり眉。あ、明日からも4時申し込みで大阪の個別会追加になって、やったー、嬉しい、ありがとうございます。セミ回答オンライン12月待ってますね。あとじゃあその追加された大阪の分だけなんかな、分からんけど、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、握力を鍛えます。じゃあさっきね、あやかとね、握力が多分10くらい、え、わかんない、10やっぱほんまに、あのメラメラで私は19って言ってたけど、小小三ぐらいやけどさ、うん、なんか一回こう言ってさあやば、お話会ぜひ来てください。三って何、ほんまに何が持てるんやろうな、ペンとか、ペンしか持てないよ、ギリスマホとかかな、うん、なんかな、スマホな触りすぎたらな、小指がスマホ用の形になってるって言われて、なってると思って、めっちゃすごいなってる。ほら、左手で触る、左手で持って右で触るから、なんか振り起こしの時にさ、小指に乗せんねんか、うんうん、こうやって持って、なるほど、こうやって持ってこうやってしてるから、これ配信見てる方には伝わらない、わかんないこうこうやってこうやってこうやってここに乗せる、ここに乗せるらしいってさ、から小指が、うん、かわいいな。あやくんのやつもわそうだ。え、私普通やで。え、そうなん、20以上ある。え、マジ、ありがとうございます。それが嬉しい、わからん、めめアップありがとうございます。かわいい、リサ犬みたいな、犬じゃあで、あやくんが犬の扱いをしている。え、あ、そうだったの。でも可愛い、カイトこんな感じ、カイトの真似してみてよ。リサやとするやん、うん、カイト。いや、あのね、面白いのがあるの、面白い話があるの、うん、お手っていうあるじゃん、うん、お手あるじゃん、してって言うじゃんか、うん、ご飯出すとき、ご飯出すときはお手って、お手ご飯あるよ。え、ご飯あるときにこうへんの、何そんな感じでされるの、こんな感じで睨まれながらなんか仕方ねえなみたいな感じでお手されるのにね、おやつの時にね、お手する時はね、おやつの時はもう本当にお手で、お手、パチンって痛いよみたいな、おかわりふせんパチンみたいな、すんごい勢いでされるのでね。え、犬とリサのやりとりみたい、いつかどうせ話するじゃん。え、犬カフェ行こう。え、行く。なんかでも犬ちょっと怖いから、あのリサを見とく。なんかちっちゃいさ、ポメラニアンみたいなの行きたくない。え、行きたい。え、なんかそういうの行きたくない。道頓堀にな、千葉県専用のカフェが見つけてん。そう、千葉県めっちゃ行きたい。ロケでさ、あ、そう、お味噌だな。あやかも13位読む。ちょっと待って、一緒に13位読む。分かった、ね、じゃあ13位ベックスさん、ありがとうございます。13位12位ロクさん、ありがとうございます。13位ポンポコさん、ありがとうございます。12位ナナキさん、ありがとうございます。11位韓国、9位ユリナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位ハングルの方、ハングルの方、ハングルですね。10位の方、エイジさん、ありがとうございます。9位の方、ネハヨさん、ありがとうございます。8位の方、ミノルさん、ありがとうございます。4位、7位の方、ナオテさん、ありがとうございます。3位、6位の方、織姫さん、ありがとうございます。
5位の方、神戸のクロさん、ありがとうございます。4位の方、柳さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、ハモったよ。3位の方、あみちゃん、ありがとうございます。ありがとう、ごめん。2位の方、つらさん、ありがとうございます。そして第1位は、じんくん、リハ頑張って、ありがとう。ありがとうございます。残像残像って使い方、残像のご飯はほんまにない。タレの残像やん。わかんない。焼肉のタレの、どういうこと、タレのタレとタレやん。あ、タレで食べてるってこと。タレじゃないか、タレと汁。それはタレ、タレと汁で、うん、タレでいいやん。え、それは充電切れた。やばい、みおち充電切れた。やばい、みおち充電切れた。充電切れた、充電なかった、忘れてた。え、そうなん。ランキングだからギリセーフ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、練習が始まります。え、やばいやんけ、バイバイ。握手会待ってます。握手会の話し会、明日4時受付なので待ってます。私もそれ待ってます。待ってます。大阪追加されたみたいなので待ってますね。じゃあ最後はマスク外して息を止めてバイバイしようと思います。じゃあごめん、ありがとうございます。あ、脇さん、ありがとう。みんなありがとう。バイバイ。